はい、こんばんは。こんばんは。ガゼンです。はい、暑かったですね。暑かった。もうたくさんの方にもう本当にこう毎度ね来ていただきまして、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。でちょっと明日いよいよ、うん、あのちょっと初イベントに出展ということで、うん、緊張とバタバタと、うん、バタバタと、はい、果たしてどうなるかなっていう不安しかないんですけどもあの一つちょっとあの間違ってまして、はい、現世寺で出店するってずっと言ってたんですけども、はい、あの今日お客様の方から教えていただきまして、はい、現象寺でした、はい、すみません、現象寺ですね。現世寺ってずっと言ってたんですけど、はい、現象寺になります。現象寺でございます。はい、10時から15時まで、はい、15時半、ごめんなさい、はい、10時から15時半ですね、はい。結構な方々が、うん、あの方々というか、うん、あのいろんな出店者が、ね、あの出店されてまして、うん、結構お客様というか、うん、あのイベントも結構盛り上がるような、うん、大きなね、感じじゃないかなと、楽しめるかなと思いますね。はい、はい、まあ、植物を、うん、の出店者は私たちぐらい、私たちともう1店舗ぐらいあったと思うんですけど、はい、はい、ちょっとあの自分たちのことでいっぱいいっぱいなんですけども、いっぱいいっぱいなので、植物と、うん、まあ、多肉植物、あと雑貨とかね、うん、持っていける範囲でちょっと持っていって、はい、ちょっと楽しくワイワイ、うん、しようかなと思ってます。はい、明日のイベントにあたって何個か注意事項があるので、はい、あのお伝えしようと思います。はい、はい、まずお会計の方から。あ、お会計の方ですね、うん、お会計の方が、いつもクレジット払いとかね、当店の方では対応してるんですけども、はい、当日は、現金と、あと、ペイペイのみになりますので、うん、はい。はい、そちらの方でちょっとご了承いただけたと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。できれば。前かごとかあれば、うん、もし何か、あったら、まあ、持ってきていただけたらね、うん、はい。もちろん、袋も、ご用意はできるんですけども、はい、はい、ちょっとそちらの方は有料になっちゃうので、はい。はい、ご協力の方よろしくお願いします。イベントにまあ持っていける植物の中には当日限りの価格でさせていただくものもあります。はい、はい、あの以前ね、あの使わせていただいた鉢が結構人気がありまして、人気で、あの、はい、ありがたいことに、はい、ちょっとリクエストも完売しました。はい、リクエストもいただいたんで、ね、うん、新しく今回また新しくね、ちょっと持っていきましょう。はい、はい、はい、持ってきました。はい、こんな感じで6色も作っちゃいました。はい、めっちゃ作っちゃった。ドラゴンボールみたいな、こんな感じで作らせていただきました。これが赤色、ピンク色、ピンクで黒に今回ゴールドが入りました。はい、はい、こんな感じですね。はい、でこっちがピスタチオグリーンみたいな、ね、おしゃれピスタチオグリーン、なんでイエローで、オレンジ。そこは発音、はい、オレンジ。あ、オレンジね。はい。を作りました。はい。こんな感じでね。こんな感じで。ちょっと可愛い多肉植物植えてもいいですし、うん、あとサボテンとかね。サボテンとか。うん、小さい。サボテンとか。小さい植物とかでもいいかなと思うので、はい、使わせていただきました。ちゃんと穴も開いてるので。はい。ちょっと申し訳ないんですけど、下皿はちょっとついてないですけども。はい。はい、ちょっと頑張って作ったので、ちょっと記念にね。はい。見ていただけたらいいなと思います、はい、こちらも販売しておりますので、はい、660円です。660円でございます、はい、サイズは、3号サイズになりますので、3号サイズですね。9センチぐらい、はい、約9センチの、はい、になっております。これ並べても可愛いかもね。こうやって可愛い、はい、はい、ちょっと円々しか書いてないんですけど今回はシンプルで、シンプルで後ろも何も書いてない、はい、ノーマルで、ノーマルでちょっと汚れ加工など、はい、はい、ダスティー加工っていう感じ。なんかいろいろやっちゃってます。あんまりわからんけど、ダスティー加工ってどういう意味？汚れ加工。あ、汚れ加工。汚れ加工って言ってくれる。はい。こんな感じで作っていただきます。作りました。はい。一言やね。作りました。はい。中もね、塗ってるんで。はい。はい。こんな感じでね。はい。はい。こんな感じでね、こちらも販売しております。はい。よかったら、また、テントの方でもね、うん、在庫次第また頑張って作りたいと思います。はい、はい、はい、っていう感じですね。はい、こんな感じかな。そうですね。で、あと何個かあるんですけども、はい、あれ多肉の寄せ植え、
うん、はい、あと店頭でね、ちょっと人気のある寄せ植えの方もまた販売しようかなと思ってるんですけども、ちょっとまあイベント価格で、うん、販売させていただこうかなと思ってます、はい、ちょっと少量なんですけども、はい、もう寄せ植えしてできてるものを、はい、販売します。まあ参考にねしていただいてもいいですし、うん、お好みの子でこう組み合わせてね選んでいただいても楽しいと思いますので、はい、はい、そちらの方もね、うん、あるので、はい、はい、であとは新入荷した子たちもそうですね、あるのでその子たちも持っていけたら持っていくかな。そうですね、だから持っていくね、持っていきますはい、持っていきます、はい、置けると思います。頑張って、そうですね、ます、はい、ちょっと皆さんに選んでいただけるように、うん、ちょっと今回空手屋さんとか、うん、アロカシ屋さんがちょっと多めに、うん、入ってきたんですね、うん、ちょっとまあいくつかちょっとだいぶ数は少なくなってきたんですけども、はい、こちらの方も持っていこうかなと思います、はい、あと、だいぶちょっと遅れてるんですけども、はい、ネットショップの方がだいぶちょっとね、バタバタしてまして、うんうん、ちょっと更新ができてなかったので、月曜日の夕方にまた更新させていただこうかなと思います、はいはい、ちなみに雑貨も入ってきたので、はい、埴輪さんとか、うちですごい人気なんですけども、はい、こちらですね、ブリキね、はい、入ってきました、はい、取れるんですけど中こんな感じになってて、まあうちでね、お客様のご要望で穴開けサービスをさせていただいてるんです、うん、もしご購入の際はリコーラの方に穴開けてほしいとか言っていただければいいかなと思いますね、うん、こういう子たちも更新していこうと思います、はい、はい、いろいろちょっと多分結構な数の量もあるので、はい、ちょっと一個一個のけていきたいと思います。もうしばらく、あと当店でちょっと人気のこの赤ワインまた入ってきました、うんうんうん、この子ですね、こちらですね、リードのディフューザーですね、はい、レッドワインの香りの、はい、こちらなんですけども、こちら当店の香りとなっております。お店に来られた方が結構ね、いい匂いって言って、うん、もう再三何回目やろう、結構すぐ結構破砕反してますね、売り切れちゃうんですけども、うん、店内がすごい匂いでなるぐらいね、うん、すごく人気で、うん、4ヶ月から半年ぐらい持つ感じですね、うんうんうん、はい、見た目もおしゃれなので、うん、こちらは一応当店で、はい、販売しております。明日がお休みなので、うん、月曜日からになると思います、うん、はい、ぜひぜひお買い求めください。はい、ネットショップの方ではちょっと出せない、ちょっとね、匂いがどんなんかわからないって方、そう、お伝えができないので、うん、来られてる方とかはね、うん、匂いとかわかるんですけどね、もしご希望あれば、はい、はい、またネットの方でも大人な感じのレッドワイン、大人のレッドワインの感じなので、うん、これ木もついてますので、はい、はい、よかったら、ね、はい、これお店の匂いです、はい、はい、あと明日の、申し訳ないですけど明日の会計なんですけども、レシートがちょっと出ないんですけども、あ、そうですね、はい、もしご希望があれば領収書でね、はい、対応させていただきたいと思いますので、はい、はい、それでは明日お待ちしております。はい、気軽に遊びに来てください。はい、もう声かけてくださいね。そう、ちょっとね、どんな感じになるかちょっと行ってみないと分かんないんですけど、うん、ちょっと朝からね、せこ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 しながら、せこせこ運びますんで足りるかなね、はい、どうなんだろう、うん、ハンキングも持ってきますんで、まあ、うん、はい、ハンキングね、いっぱい吊るせると思うんで、はい、特別価格のものもあります、あります、多肉植物、観葉植物、雑貨、はい、多肉寄せ植え、いろいろオリジナル雑貨だとあります。はい、置ける分だけ置きたいと思いますので、置ける分だけ置きたいと思います、はい、多分いっぱい置くと思います、うん、はい、うちは多分外にはみ出てると思う、はみ出てます、僕たち中に入ります。外でずっとこうやってね、はい、お客様と商品さえ中に入れればいい、はい、私たちは出てもいいんで、ね、私たちは出てもいいんです、ね、商品は中の方に、はい、はい、ちょっと決まりがあるのでね、うん、はみ出さないように、はい、はみ出してたら怒ってください、はい、はい、初めてのイベントなんですけども頑張りたいと思います、はい、はい、10時から15時半です、はい、現象寺、現象寺、はい、はいになります。ただ今日は短いんですけども、はい、はい、明日はお休みになりますので、はい、出店場所の方でね、うん、お近くの方はまだ来たことがない方とかね、うん、ぜひちょっと
どんな感じかなってちょっと覗いてもらったら嬉しいと思いますので、はい、はい、気軽に声かけしてください。はい、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。